皆さんどうもこんにちは、ヒカキンです。本日もウィラープリ2021やっていきたいなと思います。本日はですね、11月12日からやってきたフラメンゴ CS レベマ企画やっていきたいなと思っております。フラメンゴ創立記念日ということで、超イレギュラーに木曜日に CS ガチャが来たんですけど、まあある意味今まで木曜日に CS 搭載ってなかったので、まあそういう意味では伝説を作った CS ガチャになるんじゃないかなと思っております。っていうのと、冗談抜きで中身は結構強化幅高くて普通に豪華なガチャなので、はい、検討する価値十分あるんじゃないかなと思っております。で、今回もですね、僕の独断点検ではあるんですけど、 S から C までの評価もつけていきますので、はい、このあたりも参考にしてみてください。ということでいきましょう、レッツゴー。はい、まずはですね、使用感、基本的には使わない選手ということで、一発目ジエゴ・アウベス選手ですね。この選手フラメンゴ CS のゴールキーパー枠で、コンディションでの6だったりとか、低弾道パントキック、ロングスロー持ちはすごく熱いんですが、まあやっぱりですね、 FP のゴールキーパーだんだん激戦区になってる中で、ゴールキーパー数値90前半だったりとか80台があるとちょっと使いにくいのかなって感じですかね。まあ身長も190届いてないですし、まあこのガチャの中でも他選手が熱いだけに、どうしてもちょっと見劣りしてしまうのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、 B 評価、基本的には使わないが希少性は他にない特徴を持っている選手ということで、一発目ホドリゴカイオ選手ですね。はい、カイオって聞くとね、元鹿島のカイオ選手が僕思い浮かぶんですけど、はい、この選手トップ強化プラス7で、ジャンプ99カンストだったりとか、センターバックとしてね、若干身長は不安なんですけど、はい、能力値でしっかりカバーできてますよね。で、他数値もですね、まあディフェンス能力、フィジカル、パス、スピードと安定感はあるんですけど、ただですね、もうちょっと数値欲しかったところはありますので、ガチスカ優先度って意味ではちょっと上がってこないのかなと思います。適性がですね、センターバックに右サイドバック、あとは中盤までできたりしますので、まあライブアップデート B 以上の時にユーティリティなサブとして活躍させるのはできるのかなって感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、 A 評価、能力はそこそこ高い選手、ライブアップデート B 以上ライブ使いたい選手ということで、一発目フェリペルイス選手ですね。いやー懐かしいよ、元アトレティコのフェリペルイスですからね。ちょっと髪型が比較になってたんで一瞬別の人かなと思ったんですけど、はい、今回ですね、超強化で、ボールダッシュプラス10、やばすぎん。プラス10ってもう全然違う人レベルだし、まあ96っていうすごい次元まで来ちゃってるんですけど、他の数値もですね、まあ2から3強化されていて、まあ見たらわかるんですけど、ドリブル、パス、スピード、スタミナ、このあたりはですね、まあ85前後まで向上してきてますので、まあフィジカルもうちょっとあればベストでしたけど、非常にバランスはいいので、ライブアップデートさえ良ければ左サイドバックとして十分やれるんじゃないかなと思っております。まあスキルがちょっと物足りないところはありますので、まあピンポイントクロスなんかつけられるとより輝けるんじゃないかなと思っております。左サイドバックで同プレイスタイルと比較するとこんな感じで、こう見るとですね、左サイドバックは結構アラバとロバートソンが強いなって感じではあるんですけど、ただ身長とかディフェンス面はしっかりフェリペルイス高いので、まあさっきも言ったようにね、ライブアップデート次第では全然ガチスカも見えてくるのかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次もですね、 A 評価、ブルーノエイヒ選手ですね。超爆速お兄さんことエイヒキなんですけど、まあ今回十分強化されてるんですけど、他選手がですね10上がりとかあること考えると、このゲームちょっと物足りない感じしてますよね。まあそのぐらいこのガチャは全体的に強化度がすごく高いんですけど、まあスピード出発に関しては言うことなしの高さですし、そこにですね、オフェンスセンスや決定力もしっかり高いんですよね。はい、パスはちょっと低めなのに対して、自分で決めきる力があるのはウィングストライカーとしては結構いいんですよね。で、あとはですね、ウィングストライカーには珍しく、空中戦も強かったりとか、ヘッダー持ちだったりしますので、どうだろう、なんかウィングってよりかなりセンターフォワードっぽい能力だなって思ってますね。なのでウィング起用もありなんですけど、無印の CF 起用、そういった感じでもやれるんじゃないかなと思っております。で、ちょっと残念なのはスキル構成で、悪くないし量も多いんですけど、ちょっと決定的なスキルが少ないなと思ってるので、ここすごく惜しいですよね。まあただ能力面の優秀さも考慮して、今回は A 評価にさせていただきました。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、 A 評価最後、エベルトン・ヒベイロ選手ですね。僕も今週当てたんですけど、あのね、ウイヘの顔がマジでデアラスカイタに出て、デアラスカイタと見間違えるっていうのが日本中で多発してるんですけど、あのね、能力見て結構優秀じゃない。いや、ボールキープ9上がりで完走してたりとか、ドリブルとパスがとにかく優秀なんですよね。オール95位ですし、あとはスキルでワンパス、ルパ、ダブルタッチ、ピンクロ持ってますので、いや普通にドリブルとかパスに関してはインサイドレシーバーの中でもトップクラスに優秀だなって思いましたね。まあもちろんですね、スピードやスタミナだったりとか気になる点もいくつかあるので、そのあたりも考慮して今回 A 評価にしたんですけど、まあコンディション安定の6だったりとか、あとは適性も広く、左利きインサイドレシーバーっていうのも特徴ではありますので、他にですね、インレシでいい選手持ってなければ、まあ C でもガチスカに入り込んでくる可能性っていうのはある選手なんじゃないかなと思います。まあこのあたりは手持ちと好み次第ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、 A プラ評価、能力が非常に高くガチスカ級選手ということで、一発目ジェルソン選手です。
ですね。この選手ですね、フラメンゴ CS の隠れ当たり枠だと思ってるんですけど、いやめちゃめちゃ欲しかったっすね。いや結構強いなと思ってて、まず強化幅がえげつない。うん、超強化はですねドリブルプラス9で95の大台突破してますし、他数値もですね3から4全体が上がってますので、はい、めっちゃ強化されてますよね。でドリブルやパスはもちろんなんですけど、スピードだったりとか、あとはボディコン、フィジコン、アグレッシブネスまで高いので、まあディフェンスセンスとボールダッシュがねあと一歩強化されて80乗ってたりすればもっとやばかったですけど、まあコンディション程度の安定感もありますし、うん、能力すごくいいなって思いましたね。であとはですねこのスキル構成なんですよね。いやスキルめちゃめちゃ優秀で、ダブルタッチ、ワンパス、スルーパー、低弾ドロブ、チェイシング、なんか少数精鋭って感じしますよね。でスキル追加で、まあ、守備面を補佐するインターセプトもありなんですけど、個人的にはこういうバランスタイプはスパサブつけたら相当熱いと思ってますので、スパサブなんかついたら使用頻度グッと増してくるんじゃないかなと思っております。でボックスでボックス攻撃型で比較してみたんですけど、いやこれ見てねジェルソン強いなと思ったんですよね。まあ全体的に大きな欠点はないですし、まあ超強化のドリブルが圧倒的トップだったりとか、実はスピード瞬発もトップなんですよね。ボックスでボックスって意外とみんなスピード瞬発低めなので、はい、90弱でもトップということで、いやーこれ結構いいと思うんだよな。まああとはさっき言ったようにスキル優秀で追加も可能というところで、うん、可能性かなり感じる選手なのかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですね同じく A プラ評価、バルボーザ選手ですね。そうです、ウイで2017でメインにいたあのバルボーザでございます。てかさ、今見たらこのガチャ4人ともアイコニックって表記だったんだね。まあ今のアイコニックとは全然違う感じですけど、まあバルボーザは昨年も強かったんですけど、まあ安定の強さということで、まず見てください、決定力プラス9です。うん、やばくね。てかフラメンゴ CS さ、なんか一つは10上がりしなきゃいけないとか決まりでもあるのかなってぐらい、なんか上がり幅えげつないのが一つはあるんですけど、決定力今回99まで上がってますからね。まあここラインブレーカーとして神ですし、そこにですねオフェンスセンス、ドリブル系、スピード瞬発ハイレベルですし、あとはですねフィジカルやボディコンなんかもありますので、いやーこれは強いんじゃないかな。であとですねバルボーザって実は左利きのラインブレーカーなんですけど、左利きのラインブレーカーって本当に少なくて、パッと思い浮かぶ選手で言うとハーランドとか、あとはイアゴアスパスとか、本当多分黒玉でそれぐらいかな、そのレベルで少なくて、しかもですね紺眼7っていうと実は同玉以上で左利きで紺眼7ってバルボーザしかいないので、そのあたりの希少性めちゃめちゃあるんですよね。はい、でスキルもですね、まあダブルタッチ、ワンシュー激アツで、しかも一つ空いちゃってるんですよね。もう隣空いてますよと、今日は抱きしめますよと、そんな感じでスキル追加空いてますので、まあここにワンパスパサブなんかつけられたら唯一無二感出てくるんじゃないかなと思っております。まあ紺眼7もありますし、特にスーパーサブなんかつけられたら普通に1年間通してガチスカもあり得る選手なんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、このガチャラストはですね A プラ評価、デアラスカイト選手ですね。まあスパサブなので S 評価にはしなかったですけど、まあ正直 S 評価クラスの目玉の選手だなと思っております。まあとんでもない選手がとんでもない強化でやってきちゃいましたよね。はい、でこの選手もですね見ていただきたいんですけど、決定力これ間違いじゃありません。プラス10、決定力95まで上がってきております。僕5回は見返したんですけど、まああれですよ、街中でさめちゃめちゃ可愛い人とすれ違った時にさ、もう何度も後ろ向いちゃうじゃないですか。もうそれと同じような感じでプラス10ってなりましたね。あれ全体がですね底上げされて、まあ攻撃的な数値はかなり上がってきてますし、しかもここにスーパーサブ状態になれば、まあ軒並み数値90超えてきますので、いやこれはえげつないですね。まあフィジカルとかスタミナとかね、まあ欠点とかあるんですけど、まあスタミナに関して言えばスーパーサブ起用であれば気にする必要ないですし、いやーこれ超いいよね。うん、ちなみにこれに紺眼8って安定感もえげつないんだけど、なんといってもスキルも優秀なんだよね。まあダブルタッチ、スルーパス、ピンポイントクロスなど優秀なスキルで揃いますので、まあこの選手も相当強いのかなと思っております。で僕2020ではサントスの OMF 起用とかよくしてたんですけど、まあ低弾道やスルーパス考えればサイドハーフもありですし、今回の決定力向上を考えればセンターフォワードやセカンドトップも十分ありなので、いやこの適正の広さから来る可能性がたくさんあるっていうのも素晴らしいですよね。はい、なのでやっぱりこのガチャではトップクラス、まあ頭一つ抜けて当たりになってくるのかなと思っております。でちなみにですね、まあ2列目からの飛び出しでスパサブっていうのが超希少なんですけど、まあ最近出てきたホアキンコレアとの比較ですね。まあこう見るとコレアも強い、うん、コレア強いって感じなんですけど、まあ身長、ドリブル、スピード、フィジカル、このあたりはコレアで、パス、決定力、ボリコンはデアラスカイタということで、まあやっぱりね後半とかスキルの総合力考えるとデアラスカイタ強いなって感じなんですけど、やっぱりこの体張れるっていうのはコレアの魅力なので、まあどちらも相当レベル高いなって思いましたね。まあただ改めて見てもこのデアラスカイタのね決定力プラス10がいかにやばいかっていうのはこの表見ても分かると思いますので、まあデアラスカイタが欲しくなる比較なんじゃないかなと思っております。ということで、今回フラメンゴ CS 一気に比較させていただきました。予想以上にすごくいいガチャだったので、かなり熱の入った解説になったと思うんですけど、参考になったらすごく嬉しいなと思っております。ということで、また次の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録よろしく。
バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手のクイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングに答え書いてますので確認してみてください。この後週刊 FP のレベマ比較も続いて上げていきますので、よかったらチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。